出た！ファミマガがビデオになって登場だ。創刊号はみんなの熱い眼差しを受けて、内容がそれはもう大騒ぎさ。何も言わなくても凄さがわかる。ゲームが動いてるから、新作情報も攻略法もよくわかる。ありとあらゆるソフトがいっぱい飛び出します。最後までファミマガと一緒にこの創刊号を見てね。待ちに待ってるスーパーマリオ3。今回はいくつかの画面と技を紹介しよう。なんとマリオ3では亀の甲羅を武器にできるのだ。亀を踏んづけてストップさせ、甲羅を持って敵にぶつけたりするんだ。そしてもう一つ、新アイテムの葉っぱを取ると尻尾マリオに変身。この尻尾マリオは空中をふんわり歩行できたり、敵を尻尾で跳ね飛ばしたり、ブロックを割るなど、とてもお茶目なキャラクターになるんだ。クッパの子供たち、コクッパ七人衆。ハンマーブロスたちを引き連れ、盗み出した魔法の杖で大暴れするコクッパを倒し、杖を奪い、王国の人々を助けるのがマリオ3でのマリオとルイージの使命だ。操作もマリオもよりパワーアップして、全8ワールドで繰り広げられるマリオ3。特に2人プレイがすごい。マリオとルイージが協力し合ってゲームをクリアしていくんだ。全貌が明らかになるファミマガビデオ。どこよりも早くスーパーマリオ3を知らせる。さあ、まずはゲームセンターで大人気のファイナルラップの紹介だ。ファミコンでは8人同時は無理だけど、上下2つに分かれた 3D 画面で2人同時プレイができるんだ。そして2プレイには2モードがあります。まずはノービスモード。これは先行者にハンデが課せられる。実力の差があっても、デッドヒート、クラッシュ、カーブなどの見せ場がいっぱい。次にエキスパートモード。エンジン、ブレーキ、ニトロ、タイヤなどのポイントセッティングを行い、自分の好みで挑戦できます。コースの中の看板に相手を突っ込ませたり、カーブの内側に入り込み相手をコースアウトさせたり、誰よりも早くゴールを目指せ。なお、ゲーム中アメリカの夜景もあるので綺麗だよ。そしてもう一つ、トーナメントモードがある。世界18カ国から代表選手を選んで登録し、8人までプレーができる。世界各国の美しい風景を舞台に繰り広げられる数々のレース。さあ、ウィナーを目指そう。感動のシーンが君を待っているぞ。
元祖 3D アクションゲームとして業務用で今も人気のスペースハリアー。ステージは全部で18。ファミコン版は初心者には嬉しいコンティニューあり、さらに隠しコマンドによるスペシャルエフェクト付き。主人公ハリアーを戦闘機にチェンジしてプレイできたり、敵の動きを遅い、ノーマル、速いの3段階で選べたり、コントロール操作を業務用のイメージに近いものにできる。さらにステージセレクト約20種の BGM がチェック OK のサウンドテストがある。さあ発見しよう。最終ステージでは7匹ものボスが君を待っているぞ。最後まで諦めるなよ。失われた少年の記憶に隠された謎とは何か。僕は誰だ誰だ。ファミコン探偵クラブ消えた後継者。行き詰まるスリル、そしてサスペンス、壮大なスケールで繰り広げる推理アドベンチャー。君にこの恐怖が解けるか。ついに後編。新感覚ファミコンゲーム、カードシミュレーションバトルで大魔王を倒せ。ドラゴンボール大魔王復活。広大な中国大陸を舞台に愛とロマンのアニメーションアドベンチャーゲーム誕生。今超人拳法が炸裂する。戦えラーメンマン。さあ創刊号特別企画だ。この夏は野球ゲームが真っ盛りだよね。そこで元祖ファミスタからハリスタまで代表的野球ゲームのスゴ技、面白技を紹介するぞ。まず究極張り切りスタジアム。これは炎の魔球、分身魔球がすごいぞ。炎の魔球は速球派投手の速球ポイントを最大まで上げて投げる。分身魔球は変化球投手で使えるんだ。では次にコンピューターに打たれない方法を教えよう。右打者相手ではプレートの左側に、左打者の場合はプレートの右側に軸足が半分出るようにして A ボタンだけで投球すると打たれにくいぞ。さて投手がスタミナをなくしてバテたら B ボタンを2回押してみよう。キャッチャーが慰め、スタミナが少し回復するぞ。そしてファインプレーをしたいときは打球の方向に合わせて B ボタンを押せば、タイミング次第でジャンプキャッチや回転キャッチなどが見られる。プロ野球88決定版。ホームラン。さてこのゲームは8種類の投球モーションがあるんだ。オーバースローから変則投法まで、それぞれ腕の振りや足のためまで異なるので、見た目の派手さだけでなく打者を幻惑させるなど投手起用のポイントになる。はい、バッター。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 さらに投球は左右だけでなく上下にも投げられるので、コーナーワークをどう生かすかがポイント。
広い球場はそれが一塁側や三塁側から見た特殊なものなので、守備に慣れるまで大変。特に各塁への送球が難しい。このゲームでもジャンピングキャッチやスライディングキャッチなどファインプレーがいろいろできるぞ。ここでちょっと懐かしい初代の技を一つ。ホーナーみたいな強打者はバントでもホームランというケースがある。さて今回もあるかな。そして最後に野球時代の先駆者、プロ野球ファミリースタジアムと87年度版ファミスタ。まず初代と87年度版で大きく違うのは、初代はバッターボックスの一番前に立てば変化球の曲がりっぱなを打てたけど、87年度版はそれができない。つまり投手に有利になった点だね。次に滑り込みをさせない。一塁ランナーが二塁に走ったら十字ボタンの下と A を押し送球すると、速い送球ができランナーは滑り込みができない。さて攻撃時にランナーが三塁へ進塁したらすかさずバントをしよう。すると野手は必ずキャッチャーに走塁するので、三塁ランナーを三塁にそのままにしておけば簡単に満塁になるぞ。最後に出塁すれば必ず得点できるというウルテクを紹介。一塁にランナーが出たら、次のバッターでピッチャーが投げた時打たずにランナーは二塁へ走ろう。するとキャッチャーは二塁に送球するので、ランナーは二塁まで行かず一二塁をうろうろし、二塁手が追いかけてきたら追いつかれないように一塁まで戻る。そしてすかさず二塁に向かって走り出すと、追ってきた二塁手はその場から二塁に向かって球を投げる。その球を捕球したショートはなんと誰もいない外野に球を投げ、その間に悠々ホームインできるというわけだ。いかがかな。さあこれでこの夏のペナントレースを乗り切ってくれ。ここでゲーム差を広げるのは君次第だ。父ちゃん勝負だ。僕の育てたチームが大活躍。勝った。勝った分だけ強くなる。究極アリキリスタジアム配当。プロ野球12球団公認、登場選手は全て実名。プロ野球のビッグファイトがリアルなゲームでよみがえる。大興奮だしょ？でしょ？スーパーリアルベースボール。ファイト！声が小さい！ファイト！ファイト！まだやってるよ。ジャレコ燃えろスポーツシリーズ第3弾、バイオリズムで、はい、パターン。今度も燃える、はい、ファミコン燃えろプロ野球ホームラン88決定版。お父さん、明日また早いんでしょ。ジャレコ抜群の分かりやすさで最新ゲームを徹底攻略。もうこれで友達に差がつくよ。まずはジャリンコ知恵第一章、なにわの爆弾娘登場。ここではおばあはんがぎっくり腰になって苦しんでいる。そこで知恵はお医者さんを呼びに行く。ところが紹介状をもらいに学校へ行くと鉄が邪魔をする。さてどうするか。それは怒りたくてもしばらく我慢して、その後で怒りを爆発させればいなくなるよ。そして途中、シューの家の前でおっさんと猫が現れて邪魔をするが、ここはあるものを渡すとどいてくれるよ。第2章、わしは猫やんけ第1話。鉄との野球勝負に勝った知恵だが、大切にしていたポッチリをなくしてしまった。そこで小鉄がポッチリを探し出すのだ。まずは店の前でくしゃくしゃの紙切れを探す。これは水に濡れると読めるようになるからね。例えば雨とかね。
第2話。さて今度はジュニアがトレードマークのマフラーを取られてノイローゼになってしまったようだ。そんな中マフラー探しをしていると、鉄がお好み焼き屋でただ食いしている。ここで鉄を懲らしめる。ゲロ吐きに殺虫剤をかけてカマトラに決闘を申し込むジュニア。さあ、なぞなぞ勝負だ。第3話。虎徹がひょうたん池に隠しておいた船の塩漬けが誰かに食われた。くそー、誰だ、下手人を探せ。ここでは木の上のエイハブを助けて下手人であるモービーデックとの対決だ。虎徹の必殺技を出してやっつけてくれ。さあ、あの京子さんの大事な思い出の写真を探し出し、ハッピーエンドになれるか、この攻略法を見てくれよ。まずは懐中電灯や丸太を取るには、これは5号室の押し入れでエッチな本を取り四ツ谷さんに見せよう。すると4号室の押し入れで懐中電灯を取れる。その後5号室を出てすぐまた押し入れに入ると四ツ谷さんがいない。すかさず丸太と釘抜きを取ろう。管理人室に入るには、京子さんにハガキや花などを見せて3回話そう。すると管理人室に入れるよ。管理人室から一ノ瀬さんがいなくならない。これは缶詰、焼き鳥、お酒の順に一ノ瀬さんに見せて宴会をやろう。そうすると管理人室から一ノ瀬さんがいなくなる。三鷹さんの場合は玄関の総一郎さんにたこ焼きかなんかを見せ、総一郎さんを取る。そして三鷹さんに総一郎さんを見せればいいんだ。そして管理人室では写真立てを取ることによって進むんだ。さて一国館の住人から写真をもらおうか。まずは四ツ谷さん。スーパーで招き猫を買い、それを四ツ谷さんに見せる。そして2号室の前に行くと四ツ谷さんが手招きをしていて2号室に入れる。そこで写真を撮るんだ。どうかな？これでかなり進めるはずだ。まだまだいっぱいあるけど少し頑張ってくれ。次は熱血高校ドッジボール部。熱血硬派の国尾くんがドッジボールに挑戦。宿敵力率いる花園高校からアメリカチームまでを勝ち抜き、謎のチームに挑戦するんだ。今回は必殺のシュートを紹介しよう。まずはナッツシュート。上空から架空の敵めがけてボールが一直線に飛んでいく。とてもスピードが速く避けづらい。貫通シュート。このシュートはシュートコース上の全ての敵にダメージを与え、自分の味方の外野にボールが戻ってくるというお得なシュート。アッパーシュート。最初は敵めがけて普通に飛んでいき、ボールが当たった瞬間敵を持ち上げるように上空に飛んでいってしまうんだ。その他ブーメランシュート、分裂シュートなど17の必殺シュートがあるんだ。シュートの特徴を生かしてうまく使い分けてくれよ。
世界各国の強敵アメリカ、インド、ソ連など全8チームを倒して勝ち進め、万歳三勝。ところがまだ謎のチームがいる。このチームに勝たないと真の世界一にはなれないぞ。飛龍の剣2ドラゴンの翼、アクションモードの他にアニメモードやトーナメントモードもあって楽しさ3倍。まずは道中1、中国山中修行編。ここでのポイントは、天女が天狗に羽衣を取られて困っているので、天狗から取り返してあげると天女からいいことが聞ける。そして天女の言われた通りにリフトに乗り下へ行くと秘宝がある。道中2、香港予選大会編。ここでは空論島に渡り龍神堂へ行くが、その時春蘭の店へ行く。そして呉府と龍神堂のことを聞くことがポイントだ。さあ、迷路のようになった島の中でオスのマスターキョンシーとの戦いだ。龍神堂でもらった呉符があればやっつけられるぞ。道中3、いよいよナーガとの戦いだ。石板と剣を手に入れるため遺跡を探る。そして遺跡の中へ。壺と喋り秘密を探ろう。さあ、ナーガとの戦いだ。ナーガは一度倒しても復活するから、仲間と交代しながら必ずやっつけてくれよ。ファミコンカセットジャリンコ知恵絶賛発売中。トナミ、やあ諸君、ファミマガビデオどうだ。なかなかのもんだろう。で、忘れちゃ困るのがご本家ファミマガ。ファミマガビデオを見ながらファミマガ、ファミマガを見ながらファミマガビデオと、まあ勉強で言えば教科書と参考書みたいなもの。
この2つがあればどんな手強いゲームソフトも一網打尽だ。毎月第1第3金曜日発売。こんな勉強ならもっともっとしたくなる。ファミリーコンピュータマガジン徳間書店。ファミマガビデオのウルテクは究極の面白技ばかりだ。付録の解説者と一緒にしっかりマスターして試してみてくれよ。優勝技、究極張り切りスタジアム乱闘モード。対コンピューターでも2プレイヤーでもいいから、自分が打者の時、デッドボールを受けたら打者が倒れている間にコントローラーの AB ボタンを交互に20回以上押そう。すると怒りに燃えた打者が投手に殴りかかるのだ。くれぐれも KO されないようにね。大関技、究極張り切りスタジアム乱闘を防ぐコマンド。乱闘が嫌ならこれ。デッドボールで打者が倒れている間に投手側のコントローラーの十字ボタンを3回押す。すると打者が一塁へ歩き出す。どうもすみません。大関技、究極張り切りスタジアム酔っ払い乱入コマンド。対コンピューター、2プレイヤーどちらでもできる技だよ。7回表または7回裏が開始される時点で同点だった場合、突如酔っ払った観客が乱入する。アナウンサーと解説者のコメントも入ってとっても楽しいよ。大関技、ホウマガトキ変身面セレクト。タイトル画面でコマンドを入力しスタート。そしてゲーム中でコントローラー2の A ボタンを押すたびに次のステージに進めるんだ。またコントローラー2の B ボタンを押すと G キルからハイドへ、ハイドから G キルへ強制変身させることができるんだよ。小結び技、エリュシオン画面が変になるパスワード。ゲームを始めるときにコンティニューを選び、パスワードエリューシオンは面白いを入力。するとおじさんのメッセージの後の画面がいきなり変になる。大関技、仮面ライダーブラックエンディングコマンド。2種類のエンディングがいきなり見られる。一つはタイトル画面でコントローラー2の AB 上を押しながらスタートボタン。もう一つはタイトル画面中にコントローラー2の AB 下を押しながらスタートする。大関技、ギャリバンエンディングコマンド。まずギャリバンを異次元空間のエレベーターへ行かせよう。次にエレベーターで下まで下ろす。そしてギャリバンをエレベーターに乗せたまま上の画面に切り替わる寸前で止めよう。この時コントローラー1の十字ボタンの下を押すとギャリバンは空中を動き回る。さらに十字ボタンの下と A ボタンを同時に押すとエンディングが始まる。小結び技、忍者くん阿修羅の章下に落とすと変になるだるま。シーン 10A で最初に出会うだるまを下に通じる通路におびき出し、下に落とすとだるまがなんか変な形になるぞ。小結び技、忍者くん阿修羅の章ミニドラゴンが半ナマズになる。シーン14でミニドラゴンに会う。次にミニドラゴンを右端の下に通じる通路まで連れていく。この通路を一度降りてまた登るといるはずのミニドラゴンがいなくなり緑色の半ナマズになる。小結び技、キャプテン翼全日本対東方のパスワード。ヒューガや若島津がいる全日本ジュニアユース対同じくヒューガや若島津のいる東方学園で遊べるパスワードを紹介しよう。オナネゾツ、ウカヘアゴ、ムラチマツメ、ラムモムヒ、ロロカラヌ、記憶ボエタ。ああ言えた。横綱技、ファイヤーロック無敵コマンド。さあ鬼に金棒のコマンドだ。タイトルが15回目に浮き出た時、コントローラー1の AB ボタンを押しながらスタートを押す。成功すると主人公は無敵だ。大関技、リサの妖精伝説ゲームできなくなるコマンド。2章が始まり東へ移動していくとお菓子の家があるよ。
このお菓子の家を12回しつこく見続ける。するとメッセージが起こり出してリスクシステムのタイトル画面に戻ってしまう。大関技メタファイト、アイテムが2回取れる。これはいくらでもアイテムを増やすことができる丸得技だ。トップビューステージでアイテムを取ったら一度外に出てまた入ってみよう。するとさっき取ったはずのアイテムが復活してくるのだ。小結び技メタファイト、壊したブロックが元通り。エリア2のボスを倒してオプションのクラッシャーを手に入れたら、それでブロックを壊し、壊した部分を抜けて反対側に行くとブロックが元通りになってしまうんだ。小結び技メタファイト、ミサイルを上に発射できる。サブ画面でタラントミサイルを選ぶ。次にコントローラー1の十字ボタンの上とジョイスティックの下を押したままコントローラー1かジョイスティックの B ボタンを押す。するとタラントミサイルを真上に発射できる。超新作ゲーム先取り大作戦。霊言同士、これぞ本家本元の映画霊言同士がファミコンになった。このゲーム一応カンフーアクションと銘打ってあるが、家を占拠しているキョンシーから住人を救ってやると情報が聞けたりアイテムがもらえたり、体力回復のため一晩止めてくれたりなど、ロールプレイングゲームの要素もいっぱい入っている。そしてゲーム中に出てくるキョンシーがとってもリアル、一見の価値ありですぞ。霊言同士、9月16日発売予定。ポニーキャニオン。イース。失われし古代王国イースと6冊の歴史書の行方をめぐるアクションロールプレイングゲームだ。主人公はアドル。ミネアの町、草原、ゼピック村、太陽の神殿、廃校、ダームの塔の6つの舞台を何度も何度も行き来しながら進んでいき、イースの本を集めるんだ。情報を集め、武器を揃え、成長していく。主人公アドルに君も早くなってくれ。イース、8月26日発売予定。ビクター音楽産業。コナミックスポーツインソール。ハイパーオリンピックの最新版という感じのゲーム。クレー射撃、三段跳び、水泳、高飛び込み、テコンドー、フェンシング、鉄棒などのスポーツをする、まさにオリンピック。さあ、金メダルを目指そう。スポーツインソール、9月16日発売予定。コナミ。そして過激なスーパーアクションマッドシティ。ベトナム戦争のヒーロービリー・ウエストが恋人アナベルを謎の組織から救い出すのだ。ストリートファイトあり、ガンシューティングあり、カーアクションありと、まさにスーパーアクションの連続だ。マッドシティ、8月12日発売予定。コナミ。
任天堂初の本格的現代戦シミュレーションゲーム、ファミコンウォーズ。シミュレーションゲームといえば歴史ものという感が強いが、このゲームは現代戦、しかも2プレイヤーで遊ぶことができる。まずはじめに戦争の種類を選び、自軍の部隊を生産するんだ。そして実際に命令を出すことになるのだが、ここから指揮官である君の腕の見せ所だ。次は敵軍の番。敵の動きに注目し、その間に作戦会議だ。戦争の敵の部隊を全滅させるか、基地を占領すればいいのだが、簡単には勝たせてくれない。近代兵器をうまく使って頑張ってくれ。勝つも負けるも指揮官である君次第だ。ファミコンウォーズ、8月12日発売予定。任天堂。愛と希望のファミコンソフト、たけしの戦国風雲寺。ロールプレイング一人でちまちま暗すぎる。シミュレーション面倒くさいしようわからん。仲間を呼んでこうてニコニコ和気あいあい、心はムラムラ蹴落とし合い、4人で楽しいたけしの戦国風雲寺。人生一度じゃつまらない。もっとけいだろぼう。5つの人生目指すは大名、大富豪、国取り味きた膝くりげ。どれを選ぶかお客さん次第。一つのソフトで5度美味しい。たけしの戦国風雲寺。お城のお庭で接待ゴルフ、3本握って戦国ゴルフ。勝った負けたでええじゃないか。これが浮世のじゃんけんバトル。お待たせしました、お父さん。今青春がよみがえる諸行無常の戦国インベーダー。お沼にはまってさあ大変、坊ちゃん一緒に遊びましょう。東西南北からくり道中、何に当たるかお楽しみ。ゲームの中でゲームができる、たけしの戦国風雲寺。たけしの戦国風雲寺、10月発売予定。台東。88年夏、注目の映画アキラがついにファミコンソフト化されるという情報を入手しました。新開発デジタイズ方式ファミコンソフトアキラ。あの力には触れてはならんのかもしれない。サイキックアドベンチャーゲーム。アキラ、12月発売予定。台東。アキラ、たけしの戦国風雲寺はプロモーション用ビデオを編集したものです。新作カレンダー。新作カレンダーは50種類。好きなソフトが見つかったら画面をポーズして確かめてくれ。なお、このカレンダーは創刊9月号から次号発売日までのものです。さあ、創刊9月号、大サービスで盛りだくさんだったろ。君の好きなゲーム見つかったかな。今までわからなかった攻略、うまく使ってもらえるかな。ファミマガビデオは何でもわかりやすく映像にして皆さんに伝えることができるんだ。次号まで楽しみに待っててね。